お疲れ様です。今日はですね、大人気デッキ、こちら、シエタイロイフグの、ゴブゴブバージョンね、やっていこうと思います。というわけで、バランス調整でね、まあ、やや強化とね、言ってもいいでしょう。ゴブゴヤがね、まあ、ちょっとだけ強くなって、まあ、使いやすくもなったってわけで、そこそこに使用率もね、はい、上がってます。で、まあ、いろんなデッキ、ディガポイとか、まあ、それこそファイブ枯渇とかね、呪文枯渇デッキにちょいちょい入ってるんですけども、まあ、このシエタイロイフグとね、マジで相性がいい。そう、シエタイロイフグってなんかゴブリンの檻とかを置いて後ろからザッピーとかでこうじわじわね、じっくり形を組んでいくというか、相手が攻めてきたところをザッピーからの親衛隊でこう囲んでいくみたいなね、感じの攻め方がね、強にはなっていくんですけども、それとね相性が良すぎて、ゴブ小屋がもうゴブ小屋置いて待っとけばいいんですよ。そう、本当に簡単、とりあえずめちゃくちゃ相性がいいので、このゴブゴヤ型がね、今マルチ上位で結構無双してますね。はい。というわけで、やっていきましょうか。で、マイティはね、入れべなければ、なんかいろんな方がちょいちょいいたんだけど、まあ、入れべあればゴルナイか。あればゴルナイの、まあ、なければ、なんかギャング型とか見たんですね。そういたし、まあ、元祖のね、LSP とかもいたかなと。で、僕はヤナメでやってるんですけど、ファイブじゃなくて。まあ、これは、まあ、正直どっちでもいいんですけど、推しはヤナメかな。うん。なんかウィザードとかネクロとかの処理が結構めんどくさい感じ出るじゃないですか、ヤナメだと。処理できないやんってなるんですけども、なんかね、相手陣地で処理するというよりかは、ウィザードとかネクロ来たらまあ逆サイ攻めて、自陣でね、ウィザードはタルババとか、あなんかで回収すればいいかなーの、なんか組み合わせですね。そう。まあ、でも、ヤナメタレだと小物にやっぱ強くなるんですよね。スケルトン部隊とか、ガゴとか、コウモリとか。そういうのにすごい戦いやすいよねって感じかな。よいしょ。守れるかな？マイティー爆破。耐えて。撃たれてる。でかいマイキー強っ。ほい。いや、さすがにこれは、モロタで、ガインもします。で、なんとシエンタイロイフグは、このね、守りにそこそこに強いので、対スパーキーね、もう固めまくって、新鋭対ズドンで、よし。守って、ほんでも、いいか。さあ、いっぱい声を置いて、ガゴ系は、爆破でぶっ飛ばす。はい。まあ、いらないけどね。死体だけ。さあ、こんな感じで、なんかね、小物系には、マイティもいるし、ヤナメタルなんで、結構戦いやすくなったかな。そう。マジ、ウィザードとかも、結局、このマイティの爆破プラスの、タルババとか、ヤナメで戦えるんですよ。ってなると、ファイボタルで小物にね、しばかれるよりは、ヤタルでええやろっていう感じかな。さあ、よろしく。まあ、ゴブゴヤになってね、対空もちょっと、気持ち強い。ゴブゴヤタルなんでね。これは、ちょっとゴブゴヤ延命の、みたいな思ったんですけど、まあ、豚が飛ぶとね、壊れる。この泣きは怪しいぞ。あ、でもホバとかきついですよね、クロスって。あー、めちゃんこいいウッドだな、それは。さあ、でも今の相手の防衛クロスからして、多分もう守ってちまちま勝ちたいタイプだと思うんですよ、今のは。なので、できるだけダメージ受けないようにしたいね。いやー、ホバー強い。しかも右サイドが入る。いや、これは死んでラッキーですね。さあ、まあ
アチャクイバルキリークロスの、まあ、形っすね。あとは相手のさすがにロケ、さすがにロケ、これでファイボだったらマジで終わるんですけど、ロケなんでホバも生きるし、なんかいい感じに戦えそうな気はする。声置いとくか、強いかんな、ゴブゴヤで2倍タイム入ったらもっとねクロスで壊されないように下目に下目に置いてもいいかも。これは削りつつのカード回し、よしよしよし、ちょっと嫌でしょこれ。問題は着いっすね。お、マイティがお出迎えに行っちゃう。よしよしよ、これ延命か。おい、まあ、これホバ残ってんで行ってからの逆ホバも行って、どっちかのホバは、お、トルネ作った。おっ、にゃー惜しい、にゃーいいよ。でもヘイ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 、クロスボウがきつそうなのってマジで幸せだないつもクロスにやられてくから、まあ、ロケ削りがね来ると思うんですけど、結構ホバがねやできついんで、でマイティは出していいっすね。でなんかロケ打たれたら飛んでいこう。これ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 、ホバはね気づいた後からの方がいいな。あっちくんにしばかれる。よしよし、右のこの死に板がチクチクしてんの。よしよし、いやきつそうだね。で置いて来てもはしまい死に板ホバで受けれる。よし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 、で右をね相手はねちょっと削りに行きたそうな顔してるんで、大差あの着衣だけしっかりしばかんできます。まあ、ブーちゃん言っていいんじゃない。やっぱホバ残ってる時のブーはね強いっすからね。でちょっとイケイケのマイティ追加とかもしちゃって、マイティ潜って、あーもう諦めてますね。いいじゃんいいじゃん、さホバ無双ですね。あとゴブカーのこのチマチマしたのもね、相手からしたらすごい嫌そうでしたけどね。そういっす、さあ小屋置いていきますよ。まじ基本小屋置いて守っとけばいいですからね、新兵隊ロイホグってが。まあなんか後ろから形作るかみたいな。よいしょ、無理しなければいいですからね本当に。もうロイホグ行きたくなんな、行きたくなっても行かないです。マイティだ、まあ、ロイジャイっすね、マイティの。あのこれ組むだけ絶対きついんで、もうで基本的にライトニングとかなんで、ね、もうここで組んで、まあ、ここにハンターを落としたいよねのタルババでザッピーが凍らせてタゲも取ってホバが残ってワンパン GG グッドゲームですね、はい、もうやることはねこれだけですでも綺麗に決まりすぎたけどな。ここで無視してゴコスロイホグも行きたいとこだが守ります。で逆サイ来ても今マイティ飛んでいけるよって言ってもいいですけどね、ゴーストいないターンなんで削るっていう意味では。やべえマジで世界一下手くそ、やべえ恥ずかしい、お願い見ないで、やばいやばいマジで、うわまあでもザッピー最強、いやよかったザッピーって相手のロジェに通んないですね。ああそれマジうまい、いやなんで消えた、今潜んなかったら多分豚の方が足速いからちょっと危なかったけどな。いやーでかいっすね、
あのマジでこれ取り込む新鋭隊ザッピー真ん中ホバからの真ん中タルババ、あれマジで強いっさい。止め方分かっててもうわータルババ来るんかってなって相手もね変にニット置けないっすからね。いややりごぼやばめっちゃ削ってんじゃんさ相手もね、さすがにこれはきちいよと。新鋭隊ザッピーホバからのここの樽ねマジでメガゴとかでもねあのでかいっすよ樽ババが竹取れるんでザッピーが固めつつってなると最強ですね。さホバがマジで残るか残んないかっていうのがこのデッキの結構なんだろうな勝てるか勝てないかのほんと境目ぐらい大事なんでホバ延命っすね。おーマイグンネス、かわいいバナーしてんな。さあ、ラッド対決です。ガチ子さんの B ラッディですね。一生ディガポイ使ってんのか？まあ、ディガポイの民なんですよ、この人は。そう、B ラッドディガポイって呼ばれる、デッキを生み出す、流行らせるほどの、知名度完成されたデッキをね兼ね備えてるというか作る才能の塊。さあだけど鳥ですね今回。おお嫌だもう持ってんじゃん。さすがにザッピーでしょ潜るよな。えザッピーって潜んないなんてことある？ド M？ もしかしてえちょっと待ってザッピーって潜んなかったんだけど、そんなことある？俺絶対潜ると思ってさ、変な位置にホバ出したの。で、相手のデッキは何これ？リガポイなんだ。あ、鳥は意外と安くね。すごい。マイティ鳥。おぉ遊んでんな。マイティトリレイジか。気づいたぞ、でも。きつそうじゃね？マイティトリレイジだったら、もう、新鋭隊ザッピー行くんで、ホバー、足してしまえば、またさっきと同じ、さっきと全く同じことすれば、勝てるぞ。ホバーが残るかどうかっすね。なんなら、鳥が出てきてくれると嬉しいから、ちょっと待って。行かなくてもだいぶ入りましたね。よしよしよし。で雪は強いんで低めに小屋を置いてクロスで簡単に壊されないようにします。これ相手積んでるな。だいぶ積んでるっすよね。でこのデッキにマイティが刺さんないっすよね。相手のマイティがねかわいそうなほど。もう頑張ってる。まあ、でも、全部セパで、セパセパセパーっつって、この鳥のいない逆にホバリング。おうん、2匹目。まさかの。2匹目はちょっと、計算外。いや、めっちゃいってる。あ、消えないっすね。この人さあ、まあ、ホバが強い。しかも逆サイのもの新鋭隊もねこの後投げ取ってくれるんですからね。終わりそうですね。はい、まあなんか遊んでましたね前でもクリエイターなんで、はい、変なことしてました。いや、このバナー可愛いな、マジ。ちょっと気に入ってる。新バナー欲しいな。年末年始、そしてクリスマスに絶対、まあ、バナーとか、セールが来るだろう予想の、ちょっとね、みんなお金も残しとかなきゃ。新バナー用に、
エメラルドとかの特大セールとかも、もう珍しい。全然来そうでもあるしね。そう、ゴブジャイメガゴです。はい、いや、わかんないですね。ザップまでは来ないでほしい。いったね、いったね。やば、想定外すぎて。ああ、これ無理っす。やばいです。ゴブジャイ痛い。もうやめろ。いやー、ゴブジャイメガナイトですってお前。いつの人っていうか、こんな時代なかったし。マジ。俺めっちゃ来た。これやばいな。だって思わないもんな。最悪だ。やっちもうた。こういうデッキではね、もう一枚謎のカードが出てくるんですよ。レイジとかね。もうやらめ削りやめい。メガナイトいんのか。うわぁ。これはもう、メガナイト来ても全然いい。いい球です。ただの。うわぁ、やば。いい意味で、いい意味であれっす。ゴブリン強いけど、思ってるよりいいぞ。の右が入ってるけど、サイド変えたいっすね。いや、相手になんか秘策カードがあればやばいんですけど、削る。やばい。でもザップ使ってたらさ。あ、なんかホバが。ホバが。やらめてなんもダメージ。あーぶんない。やばいって。メガネットゴブジャイはさすがに見たことないな。初めて出会いましたね、これは。いや、メガナイト、ゴブジャイはやばいっすね。さすがに見たことなかった。メガナイトバルーンとか、ホグ、スケラ、コカツ、メガナイトジャイは昔ありましたね。なんかいろいろありましたけど。初めて見たなぁ。さあ、というわけで、あ、ピザ野郎だ。ピザ野郎、最近よく当たるなぁ、これ。正確にはなんかピザじゃなくて、何水星なんかの星みたいな、月かなんかわかんないけど、らしいけど。まあ見た目ピザっすからね。さあ、ピザエレジャイっすね、マジ。エレジャイがね、まあ対マイティー用っすね、ほんとに。ちらほらいるかな。いや、ボンバー強っ。いやー、ゴルナイ強っ。美しいダッシュだ。いや、でもトリネ使ってんでね。ちょっとロイフグ行きたいよな。まあ施設が、マイティ頑張れ。ボンバだけでもやってこい。いやー、全然いい。さあ、近畿度されないのが大事ですね。まあでも、ゴルナイボンバー。ちょっと怪しいなぁ。ね。なんか、後半、ぐっちゃぐちゃにされる未来が、想像できるもんな。ゴルナイしか出てこん。さっき場におったやろっていう。さあ、まあまあ、耐えて。美しいな、マジダッシュが。ゴールデンのダッシュおもろいな、なんか。さあ、どうしよう。
これ動作言っても意味ないのも逆にデクスですね。難しいですね。取り付かった熱い。いやー、ボエうまっ。うわーうまっ。本当にね。まあでも美味しい、これからしたら。よし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 、だいぶ流れが、相手がね攻めにフェニックス使ってくれたらマジででかいな。やり込む、マジでその一発欲しい俺。よしよしよし、何のやつ6発、あーもうちょっと頑張れや。え、ゴルナイハギやろ、あれーやばいね。ザッピーを、キング起動させちゃう。え、キングドしてたっけ、それしてねえか。よいしょ、ザッピーだけは守る。よし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 、全然潜らんやマイティ。やばいやばい、うっ、勝てそう、めーちゃんこ勝てそうめーちゃんこ勝てそう。逮捕か、エリジェか、んーし、完璧なホバ。あー、これは諦めましたね。よし、諦めてないやんか、全然。いや、ボエうまいなぁ。ゴルネが強いだけか、これ。来るぞ、準備しろ、みんな。もうビリビリして走れてない。いやー、残ってるー、いっぱい。気持ちいい。危ねえ。危ねえっす、ピザは。ピザうまい、把握、メモ。というわけで、五分小屋がね、そこそこにいい味を出すので、まあ、五分小屋型新体ね、ロイグも皆さんやってみてください。では、お疲れちゃんでした、まい、あ、ね。